はい、弾丸論破続きをやっていきたいと思います。早速ですが、チャプター2の、学級裁判がこれから始まります。その準備のところになりますね。再び始まる疑心暗鬼の学級裁判、藤崎千尋はなぜ殺されたのか、犯人はまた自分たちの中に殺し合いの連鎖に希望はあるのか。はい、スキルセット、これチャプターごとに学級裁判の時にしか見れなかったんですけど、増えてますね。葵ちゃんにもらったスキルが増えてます。抜群の集中力、とりあえずセットしていけばいいのかな。あと両手機器、1回の操作で2つの発言を同時にロックオンできるマシンガントークバトルで有効で、これなんだろうって言ってたスキルポイントなんですけど、この画面で見たら左側に、スキルポイントが全部で14ポイント、そのうち9ポイントを使ってるってことになってますね。スキルポイントが増えれば増えるほどスキルがいっぱいつけられるっていう感じなんですかね。ではね、早速チャプター2の学級裁判を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。学級裁判クラスルームトライアルズ、まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。これは不要ですね、飛ばします。はい、藤崎さんに致命傷を与えた凶器、まずはそれをはっきりさせないとな。早速始まりますね。議論開始。更衣室のダンベル、一回やったけどね、覚えてないんですよ。致命傷は頭部の傷、間違いないです。モノクマファイルに書いてある。鈍器のようなものとは何だ。こいつのダンベル、きっと鉄パイプだね。違うね、一発ですね。論破、いいですね。ブレイク。藤崎さんに致命傷を与えた凶器って現場にあったダンベルじゃないかな。その通り。あのダンベルには血痕もついてたし、ピンク。現場には他に凶器になりそうなものもなかったよね。これ女の子だからピンクなんですかね。被害者の頭部の傷もダンベルの形と一致していたわ。はい、疑う余地はない、間違いないでしょうね。傷跡を調べたの？じっくりと。そこある無言。ではその続きは俺から話すとしよう。ここからは犯人の話に移るぞ。戸上くんの声、いい声ですよね。と言ってもその犯人もすでに判明しているがな。誰のキャラクターだろうな。マジかいな。マジかいな。藤崎千尋を殺した犯人は、犯人は連続殺人鬼ジェノサイダーショーだ。その通り、連続殺人鬼ジェノサイダーショー、そいつが犯人。基本ね、学級裁判中はもうほぼフルボイスなんでね、うっかりね、この青文字は思考を文字に落としてるんで、ここだけはね自分で読まなきゃいけないんですけどね、うっかり忘れてしまいますね。はい、ノンストップ議論に新要素が追加されます。何ですかね、聞かせてください。今回の議論ではあなた様の発言を邪魔する雑音セリフが出現しております。雑音セリフ、言霊は雑音セリフに当たると消えてしまうため論破の邪魔になります。雑音セリフに邪魔されないためには A ボタンのサイレンサーで雑音セリフを消す必要がございます。ただしサイレンサーを雑音セリフではなく発言セリフに当ててしまいますとタイムリミットが減ってしまいます。うまく雑音セリフを狙ってくださいませ。ちなみに親切なアクション難易度ですと雑音セリフが全く出てきません。サイレンサーを使う必要はありませんので、どうぞ安心して推理に集中してくださいませ。今の難易度は親切じゃないですね。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。何でしたっけ、親切じゃなくて難易度何でしたっけ。普通ですよね。はい、次の議論開始。じゃあ雑音が出てくるってことですね。ジェノサイダー小事件ファイル、犯人はジェノサイダー小だ、これは決定事項だ。決定事項、そんなのありえないって。そうだそうだ、なぜありえない。ねだっていくらなんでもそんな、いくらなんでもっていうか根拠がないじゃん。あれ、ああやっちまったよ。ところでジェノサイダーショーってあれでしたっけ。やってしまいました。
図書倉庫で戸上くんから見せてもらった例のもの、あれを見れば誰だって思うはずだ。今回の事件がジェノサイダーショーの仕業だって。もう一回お願いします。ジェノサイダーショーだ。ボタンをね、間違えちゃうんですよ。これは決定事項だ。ジェノサイダーショーだと。そんなのありえないって。そうだそうだ、2回目。なぜありえない。めめめめめ、2回目だって、いくらなんでもそんな。ここかな。っていうか根拠がないじゃん。ここだ。それは違う。ちょっとね、難しくなってくるんですよね。それは違うよ、ブレイク。根拠ならあるかもしれない、うん、え、図書室の書庫で見つけたファイルに書いてあったんだ。その通り。ジェノサイダーショーの事件をまとめた警察の極秘資料らしいんだけど。うん。待て、おかしいだろ。なんでそんなもんが証拠にあったんだよ。うん。その説明は面倒だ。省くぞ。省くぞ。とにかくこの資料にはジェノサイダー小事件の特徴が克明に記されていた。びっくりするぐらい克明にね。それによると、ジェノサイダー小事件には2つの特徴があるようだ。えっとね、まずね、チミドロフィーバーっていう文字が書かれていることと吊るされていることですね。一つ目は現場に必ず血文字を残すこと。ほら、チベガフィーバーでしたな。違うよ、チミドロフィーバーね。さすが葵ちゃんですね。重要なのはもう一つの特徴の方だ。うん。何せ世間には公表されていない事実だからな。うん。世間に公表されてない事実で。うん。苗木、お前が教えてやるといい。世間にも知られていないジェノサイダー小事件のもう一つの特徴って、確か死体の体勢に関することだったよな。被害者が貼り付け、血文字が残されている。更衣室で殺人が起きている。死体の体勢は貼り付けですね。これだ。ジェノサイダー小事件では被害者の死体は必ず貼り付けにされているらしいんだけど、うん、その事実は犯人以外だと警察上層部の人間しか知らないらしいんだ、うん、だが今回の事件では藤崎は確かに貼り付けにされていたはずだ。うん、その通りです。では犯人はなぜ知っていたんだろうな。犯人と警察上層部しか知らない貼り付けの特徴を。個人的にはですね、このスカートがね、すごくふんわりしてるのがね、すごく気になってるんですけど、ここ一切触れられないんですよね。その理由は一つしか考えられない。はい。犯人が本物のジェノサイダーショーだからだよ。うん。マジかよ。ズバズバいきますね。では、ジェノサイダーショーは私たちの中にいるのですか？うん。深川透子だ。もういきなり。深川透子がジェノサイダーショーの正体だ。ああ、ショーなのに女の子なんですね。ちょっと待ってよ。うん、ちょっと待ってよ。でも深川ちゃんは血が苦手なんだよ。血が苦手な殺人鬼なんて聞いたことないんですけど。うん、ジェノサイダーショーはそいつであってそいつではない。それが今の質問への答えだ。はい。なぞなぞか。回りくどいべ。確かに謎謎みたいだけど、でも分かりそうな気がする。ジェノサイダーショーは深川さんであって深川さんじゃないって意味。一つじゃなくて複数ってことだよな。同一性なんとか障害、乖離性同一障害、なんだっけ、何でしたっけ。多重人格ってことですよね。うん、あ、多重人格ですね。はい。うん、どうですか、多重人格。そうか、分かったぞ。分かったぞ。コンプリート。ジェノサイダーショーは多重人格者だから。うん。は？あのファイルにも。そんなことが書いてあったよね。何でしたっけ、同一性乖離障害でしたっけ。犯人は乖離性同一性障害の可能性があると。逆でしたね。乖離性同一性障害、乖離性同一性障害。うん、覚えました。だからって深川透子殿がそうだとは言い切れるんだよ。深川が多重人格者だということは、うん、死体発見直後のそいつの妙な言動が示している。ずっと妙だけどね。
深尾さん方は獣人格者だってことを示す妙な言動、それってあれのことか。遅れてきた、口調が変わった、気を失った、口調が変わったですかね。それって彼女の口調が変わったこと、うん、思い出してみろ。そいつが藤崎の死体を見て気絶し再び目を覚ました時のことをな。垂直に立ち上がったでしたっけ。大丈夫大丈夫、ゲラゲラゲラ。あ、死体だ。おい、そこ死んでるぞ。ゲラゲラゲラ。やっぱ頭打ったのがまずかったべ。世界は裏と表で構成されているのです。9回表と9回裏しかり、真実と嘘もね。なんか怖いし、というか口調も変わってません。確かに様子がおかしかったな。彼女の代名詞である陰気な口調がなくなっていた。うん、勝手にそんな代名詞をつけないでよ。しかもそいつは気がついた後、藤崎の死体を見ても平然としていた、つまりお前の中に血の苦手な人格とそうでない人格が混在しているということだ。言い返せない。じゃあ深川ちゃんがジェノサイダーに怯えて部屋の中に閉じこもってたのは？本人は自覚してるんですかね。ジェノサイダーショーなんかの好きにはさせない。ああ、自覚してる系ですね、これは。人殺しの殺人鬼なんて追い出してやる。そもそもそいつが部屋に閉じこもっていたのは外の人間を中に入れないためじゃなく、中の人間を外に出さないためだったんだ。なるほどですね。深川東子は恐れていたんだよ。自分の中にいる殺人鬼が人を殺していくことをな。無自覚じゃないんですね。どうして、どうして。そうだよ、どうしてそんなことまでわかるの。朝比奈、お前は勘違いしているようだ。深川が言ったどうしての意味はどうしてわかるのではなく、どうしてバラしたのという意味だ。どうしてバラしたの。どういうことですかね。そいつが俺に妙な相談を持ちかけてきたのは昨日の夜、モノクマから動機の話をされる直前だった。そこでそいつは実に興味深い話をしてくれた。自分の中に殺人鬼がいる、そいつが暴れ出さないかといつも怯えている。確定じゃないですか。そのせいで自分はネクラで排他的な性格になった。そうだったよな。なんですかこの学級裁判は。別に主人公が推理をしなくても他の NPC が勝手に推理して倒してくれる系の場合があるんですかね。嘘だよね、深川ちゃん。うん、待っててくれるって言ったのに。信じてたのに。約束したのに。騙したのね。お前が勝手に勘違いしただけだ。聞いてもいないのに自分の不幸話をひきらかすなど、ここは現実世界だ。恋愛小説の世界じゃないんだぞ。厳しいですね、とかみたいな。それに約束を破ったのはそっちが先だ。お前は確かに言ったはずだぞ、ここにいる間は何があろうと絶対にジェノサイダーには人殺しをさせないと。それについて、それにもかかわらず、それにもかかわらず約束守れなかっただっけ。ごめんなさい、約束守れなかった。でも安心して、これ以上はもう私がジェノサイダーショーの好きにはさせないから。約束を守れば付き合ってくれるって。謎の約束ありましたね。だから約束したのに。約束を守れば付き合ってくれる。ちょろいのがここにもいる。だから言っているだろう、それはお前の勘違いだと。だがどちらにせよ約束は守れなかったな。やはり人を殺す快感には勝てなかったか。努力したわ、必死に押さえつけようとしたけど。千人も殺してればね。残念だったな、その努力は無駄だったようだ。ひどい。さてと、そろそろ前座は終わりだ。あとは本人から直接話を聞くとしよう。本人、それって深川さんの体は大きくのけ反り、
そしてドサッと倒れる音がした。でも次の瞬間には垂直に立ち上がる。私に倒れってことかしら。やだ、なに、ベロ長い。もしかしてバレちゃったけ。まあいっか、しゃあないもんね。テンション高い。私は超高校級の殺人鬼ことジェノサイダーショー。本名は深田桃子ってダッセー名前だけどね。ジェノサイダーショーっていうのは周りの人がつけた名前じゃなかったでしたっけ。これ自分で名乗るんですか。超高校級の殺人鬼。なんだよこいつ。ですよね。どうしたんだ深田君。引き笑い。二重人格だからって何さ。その片方の人格が殺人鬼だからって何さ。欠点の一つくらい目をつぶってよね。めっちゃ喋る。テンション高。健全な殺人は健全な精神と肉体に宿るの。 CV って同じ人ですかね。それにしてもここまで違うものか。普段のあいつとは。大神さん、超高校級のグラップラーの大賀さんとどっちが強いんですかね。ちょっと待って、京子さん、ちょっと右側の京子さん、なんであんな冷めてるんですか。興味なさすぎじゃないですかね。そう、世界の全ては表と裏で構成されているのです。9回表に9回裏があるように、真実の裏に嘘があるように、オクラの裏には太陽のようなほがらかさがあるのです。いい声ですね。これが殺人鬼ジェノサイダーショー。こんなのってまるっきりデタラメじゃないか。あのですね、ジェノサイダーショーさん、一つ聞きたいのですが、うん、何？ベロおしまい。あなたが黒幕って話があったんですが、それについてはどうお考えですかね。うん、教えよう。私こそが正真正銘の黒幕なのだ。どうしたこれね。じゃあ違う。お茶目。当たり前でしょ。僕をそんな変態さんと一緒にしないでよ、っていうかさ、外の警察も外の社会も最近は本当に無力化しちゃったんだね。無力化。こんなおまぬけ殺人鬼を野放しにしてるなんてさ。あ、そう、別に亡くなったとかそういうわけじゃなくて、皮肉を言ってるだけなんですね。自分が加害者なのは分かってる。でもね、生きるってことは他人を傷つけることでもあるの。人は生きるために人を傷つけ、生きるために人に傷つけられているの。なんか歌ってるのかな。嫌いじゃないですね、ジェノサイダーショーさん。てんてんてん。これでお前たちも分かったはずだ。その殺人鬼が藤崎を殺したんだよ。動機もある以上間違いない。動機だと。動機だと。昨日俺たちはモノクマに言われたな。24時間以内に誰かを殺して卒業しなければ、恥ずかしい思い出や誰にも言えない過去をバラすと、では深川桃子の思い出や過去がジェノサイダーの件だったらどうだ。バレちゃう。めっちゃ笑ってるけど、あの人。そんな事実をバラされてしまえば、深川桃子は間違いなく破滅する、つまりそいつには絶対にバラされたくないという動機も存在したんだよ、なるほどね。なるほどなるほどなるほど。でも残念でした。私は犯人じゃないのです。ないのです。ないのです。ないのですのですは、まあいいや。ですが、あなたのような殺人鬼以外にあんな猟奇的な殺しができるとは思えませんわ。ですが。だけども、それが真実なのよね。誰が信じると思う。そうだよ、殺人鬼の言葉なんて信じられないよ。うん、そうかもしれない。そうかもしれないんだけど、だけど何かが引っかかるんだよな。彼女の言葉もう少し詳しく聞いてみた方がいいかも。議論開始ですかね。なんか京子さんやたら冷めてるのが何ですかね。議論開始。死体の状況。私は殺してないやー、いやいやいや、説得力ない。そんな言葉を誰が信じると思う。そうだそうだ。アリバイでもあれば別ですが。うんうんうん、アリバイだって。なんかそれっぽい。今回の殺人と過去のお前の事件、
完全に手口が一致している。違うんですね、それは。それは違う。論破ブレイク。完全に手口が一致。本当にそうなのかな。うん、藤崎さんの殺人と過去のジェノサイダーショーの事件、完全に一致してるとは思えないけど。うん、どこが違うんだ。違うんだべじゃないのか。おやおや、わかんないの。どんな子が。じゃあ教えてやんよ。私はね、信念と情熱を持ってやってんの。うんうんうん、だから私の殺しには一流ならではのこだわりってもんがあんのよ。凶器が違うってことですね。ハサミしすぎですよね。人気ラーメン店がスープや麺や具材にこだわるのと一緒。はい、だけどこの藤崎千尋の殺人は職人ってことですか。これじゃ人気ラーメン店監修のインスタント麺程度の仕上がるよ。こんなの私の仕事じゃないわ。ジェノサイダーショーいいですね。いいキャラしてますね。僕からもう一度ちゃんと説明するけど、はい、藤崎さんの殺人と過去のジェノサイダーショー事件には明らかに異なる点が2つ存在するんだ。何ですかね。明らかに異なる点、その1つ目はジェノサイダーショー事件の写真によると、被害者たちは腹や首を、これって明らかに違うよな、血文字の書体、被害者の致命傷ですね。今回の殺人は鈍器のようなもので殴られて殺されてるんですけれども、ジェノサイダー小事件に関しては全てハサミでね、刺されたことによって殺されています。なので致命傷です。これだ。致命傷が違うんだよ。うん、過去のジェノサイダー小事件の被害者たちは全て同じ方法で殺されてたみたいだった。はい、同じ方法。事件ファイルを見る限り、みんなハサミで殺されてたんだ。その通り。でも藤崎さんは頭部を殴打されて殺されてたよね。うん、確かに過去の事件とは違いますな。うん、変だよね。いつも同じ手口のジェノサイダーショーが今回に限って手口を変えるのって。うん、でもそれだけじゃないんだ。異なる点はもう一つあるんだよ。そう、私の殺人芸術において血文字がチャーシューだとすると血文字がチャーシュー、まだラーメンで行くんです。貼り付けとはいわば煮卵なの。煮卵食いたい。つーか、ラーメンに例えんのそろそろやめね。やめねっち。つまり二つ目の相違点とはその貼り付けに関するものなのだな。うんうんうん、そうだ、二つ目の異なる点は貼り付けに関することなんだ。ジェノサイダー小事件の写真によると、被害者たちは手を刺されて、これって明らかに違うよな。貼り付けにされたポーズ、貼り付けにされたタイミング、貼り付けに使われた道具。ポーズ、道具ですね。貼り付けに使われた道具。今回の殺人では、確かね、延長コードが使われてるんですけど、実際、ジェノサイダー小事件では、ハサミでね、貼り付けにされてました。これだ！なので道具。藤崎さんの貼り付け、そこで使われてた道具を覚えてる。はい、彼女は手をロープ状のもので結ばれて貼り付けにされてたよね。ロープか。それがどうしたのです。だけど過去のジェノサイダー小事件で貼り付けに使われてたのか。うん、それも鋭利なハサミだったんだよ。うん、私は殺しにも貼り付けにも自作のマイハサミを使用しているの。マイハサミ、一流なんだから道具にこだわって当然でしょ。自分でハサミって作れるんですか。それにマー君は2つの相違点って言ったけどそれは違う。マー君って僕のことか。マー君ですね。あのね、マー君、相違点はもう一つあるのよ。うん、おや、気づかない？過去の私の事件で被害者になった連中、そこに隠された法則にさ。隠された法則、うん、その法則から考えればすぐにわかるじゃない。私があのロリックを殺さない理由くらいはさ。うんうんうん、つまりジェノサイダー小事件の被害者たちには法則性があり、藤崎さんはそこには当てはまらないってことか。
確か被害者の名前を見る限りみんな男ですね。そうか、分かったかもしれない。藤崎さんが殺されなかった理由って、藤崎は友人だから、藤崎は恋人だから、女性だから、女性だからですね。これだ。もしかして藤崎さんは女性だったから。うん、ビンゴ入りました。ビンゴ入りました。どういうことだね。ビンゴ入りましたってどういう時に使うんですか。過去のジェノサイダー小事件の被害者たちにはある法則性があったんだよ。うん、原田健、本田哲弘、まあ飛ばします。小松菜太郎、今日の竹姫、本田洋二、岸田恵梨央、キリがない。男だらけ。うん、そうだね。そう、私が信念と情熱を持ってやるのは燃える男子だけなのよ。燃える男子。恥ずかしい、言っちゃった。ちょっと爆笑して。 なんだそれ。だって私は不女子だもん。ネクラ人格が毛嫌いしてるバッキバキの不女子だもん。貴婦人コース待ちぐるの不女子なんだもん。燃えないから女子である藤崎くんは殺さないと。ラーメン職人がパスタ作ってどうすんの。同じ麺料理だからって舐めてないって感じよ。ラーメン職人がパスタ作ってどうすんの。信念と情熱があるからこそ譲れない一線。それこそ唯一無二で完全無欠のリアリティなの。お前の趣味や趣向は分かった。だがそれはあくまで趣味や趣向の話だ、うん、生き残るために殺人を犯さなければならない場合は話が別のはずだ。話が別。だから負け犬が。負け犬。負け犬。私はね、生き残るためとかそんなせこい理由で殺しなんかしねえんだ。職人ですからね。だけども万が一生き残るために殺さなきゃいけない場合があったら、うん、誰が張り付けや血文字なんかやるかっつーの。バレバレだし面倒いだけじゃねえか。バレバレ、確かにそうですね。それも最もですわね。ごもっともですわ。それにどんな場合の殺しだろうと使い慣れたハサミは絶対に外されるんですけど、わざわざクソ重いダンベルなんか誰が使うかって。100円内に適当なハサミがないから近場にあったダンベルを代用したのでは。適当なハサミ。適当なハサミ。私が使うのは適当なハサミじゃなくて、ガイアさえひざまつく超恐れな自作のハサミよ。ガイア、地球と書いてガイアですよ。なおさらこの学園にはねえべ。ねえね。それはどうかしら。うん、じゃ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 ーん。持ってる。動きましたよ、目が。装備済み。装備済み。スリー姉様。いつでもどこでもやれるようにね。どこでもドアみたいな言い方ですよ。身近にあって慣れ親しんでるハサミを使わずにロープやダンベルなんか使うわけねえだろ。違わねえだろ、この負け犬ども。この CV の人好きになりそう。そもそもさ、私って肩結びできないのよね。だからロープなんて使えないし。わけが分からなくなってしまったぞ。本当にこの殺人鬼は犯人ではないのか。殺人鬼だけど犯人じゃない。だけどよ、あの死体は貼り付けにされてたんだぞ。それって一般人は知らねえはずなんだろ。だから模倣犯じゃなくて本人の仕業って話になったんだしね。そうですね。いや待てよ、一人だけいるかもしれない。そう、戸上くんですね。ジェノサイダー賞の事件を模倣できた人物が。あ、人物を指名しろ。はい、ですね、石丸くん、大賀、京子さん。なんで京子さんこんなになんか、私知らないみたいな顔してるんですか。大和田モンド、朝比奈葵、破格で安博地、戸上哲也、うん、戸上くんですね。明らかに動揺してる。これが僕の答えだ。戸上か。どうですか。君なら可能だったんじゃないかな、うん、君は非公開の政府関連資料や警察内部資料にも簡単に目を通すことができるような人物なんだし、うん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 、それにジェノサイダー小事件の捜査報告書は前からよく見てたんだね。どうですか、うん、つまり戸上白夜殿が犯人だと。うん、最初にジェノサイダー小って言い出したのも戸上くんですからね。では戸上くんがジェノサイダー小犯人説を主張していたのは、うん、ジェノサイダー小に
自分の罪をかぶせるためだったのですね。じゃあ現場を偽装して私の犯行に見せかけたのってイケメンメガネだったのね。燃える燃える、殺されちゃう。どうなんだ戸上くん、答えたまえ。答えたまえ。そう、俺が怪しいと言うんだな、うん、では聞くが、いつから俺が怪しいと思い始めた？それについてはどう答える？いつから、いつから、結構ね、最初のうちに怪しいと思ってましたよ。あの女子更衣室をね、調べたかったのにね、なんか無理やり次に行こうとか言ってやったところでもう怪しいと思ってましたよ。今振り返って考えてみると、うん、死体を発見する直前の戸上くんの行動、あれがちょっと気になったんだ。ああ、そっからですか。それとあっちの更衣室、怪しいな、とても怪しい。お前もそう思わないか？怪しいって、更衣室はまだ誰も見てないようだな。ではまず先に女子更衣室から見てみるか。戸上くんは最初から女子更衣室に行こうとしたよね。でもさ、男子だったら普通は、普通は女子更衣室にね、入りたいと思います。男子更衣室から見るはず。そうでさ、被害者は女の藤崎だった。だから女子更衣室を先に調べると言ったまでだ。うん、ちょっと待った、被害者は女の藤崎だった、だから女子更衣室を先に調べると言ったまでだ。被害者が藤崎だから女子更衣室を先に調べるってことは、死んだのが藤崎だっていうのを戸上くんが知ってたってことですよね。間違いないじゃないですか。なーにもおかしくありませんな。いや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 、やっぱりおかしいよ。おかしいでしょ。では何がおかしいのか、うん、苗木よ、教えてもらおうか。なんでこんな自信満々なんですか。